大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、ユウの魂5回目?いや、じゃあ嘘です。6回目になりますね。本日も4試合をお届けしてまいりましょう。ボルクハンと石川祐希の試合からです。では、試合開始です。初めてご視聴いただく方、ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスチーム版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にあーだこーだと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。というわけで、U の魂ということで始まった UWF にゆかりの深いレスラーを24名集めて、戦わせている動画なんですけども、現在これが6回目ということで、まだ、2試合、これでもボルクハンは3試合目ぐらいですかね。2試合目のレスラーと3試合目に入るレスラーとがちょっと混ざってるぐらいの感じになっております。どんな計算やったっけな。6名のレスラーが全部戦って多分15日間ぐらいの日程の今回が、6日目となるので、まだまあまあまあ序盤というところですかね。初めてご視聴いただく方がおられるかもしれないので簡単にルールを説明しておきますが、今回は30分1本勝負、特別ルールとして、ファイプロ的に言うと SWA 公式ルールというやつですね。公式マッチだったかな。要は UWF の時のロストポイント制みたいな形で、やるんですけども、通常のプロレスルールにダウンカウントが導入されているというのが一番簡単で分かりやすいですかね。ある程度ダメージを与えた、与えられたレスラーが、ダウンをする。で、5ノックダウンもしくは、10カウント以内に立てないとその時点で勝敗が決まると。もちろん通常のプロレスルール3カウントおよびギブアップも、勝敗に含まれますので、その3つ3カウント、ギブアップ、そしてノックダウン、この3つで勝敗が決まるということになります。あとは場外については、ランバージャックルールとなってますので、何らかの形で場外に落ちた場合は、自動的にレスラーがリングに戻されるということになってます。あとは30分1本勝負、5点方式、時間切れ引き分けの場合は2点ずつを分ける、それ以外の場合は勝ったレスラーが5点をゲットするという形ですね。で、6名参加の4ブロックに分けているので、その各ブロックの一番得点が高いレスラーが決勝トーナメントに出場し、優勝を決めると。で、その優勝したレスラーが何らかのタイトルに、この WMW 合格ファイプロ団体のベルトに挑戦すると。まあ一番簡単なのが、簡単?一番分かりやすいのがシングルノーマルルールのチャンピオンであるジャイアント馬場へのチャレンジですが、このね、このルールの U 形式の試合のチャンピオンとベルトを作ってもいいかなとは思ってたんですけどね。ただこの WMW はいいところでもあり悪いところでもあるのは、なかなかタイトルマッチが行われないということがあるので、あまりベルトを乱立するのもどうかなとちょっと思うのは思ってはいるんですけどもね。なので、まあまあこのルールに特化したベルトを作るか、ジャイアント馬場にチャレンジするかというところで、今のところはちょっと考えております。さあ、ということで、これボルクハンが現在5点、石川修司じゃない石川隆じゃない、
どっちも間違ってる。石川祐希も5点です。石川修司はいいけど、石川隆、そういえば石川が3人いるんですね。すごいね。鈴木軍対石川軍で戦いができそうですね。もう一人ぐらいなんか石川いて、4対4で戦ってもいいかもしれませんね。まあそんなことはさておき、ボルクハンが1勝1敗かな。ボルクハンは1勝1敗で、石川祐希は1勝0敗なので、得点は同じ5点なんですけども、石川の方がちょっと有利と、このリーグ戦ではね、ということになります。ただボルクハンは前回勝った藤原をクリティカルで破ってと言おうと思ったら、もうそのままあっという間に決めてしまう。やっぱボルクハン強いな。前回のね、猪木祭りで、あまり大した成績は残せなかったと思うんですけども、今回はなかなか、試合時間10分48秒ヒールホールドでボルクハンが石川祐希からギブアップを奪った試合でした。試合評価 82%、 あっという間でしたね。ノーダウン、石川祐希がこうヘッドバットでダウンを奪うようなシーンをなんとなくこうイメージしてたんですけども、そこまでいかなかったということですね。では、本日2試合目いきましょう。アンドレイ・コピロフ対池田大輔の試合ですね。では試合開始です。アンドレイ・コピロフが現在5点、池田大輔が、0点。池田大輔は、前回オブライト、ゲイリー・オブライトにスープレックスで、KO されるという屈辱的というか、もう見事としか言いようのない、シーンが生まれましたけど、今回ね、猪木祭りみたいに、あの時はね、前回のシリーズは、平成最後の猪木祭りとしてアントニー猪木を特訓して強くして、でそれを実証するというテーマがありましたので、完全に実況としては猪木推しだったんですけど、今回ね、別にあまりそういうのがなくて、ちょっとだけやや前田明推しぐらいがあるんですけども、それなりにそのどうしても前田明に勝ってもらわないと困るというのがあるわけではないので、私としては別にというのがちょっとあるんですけどね。だそれほどこう猪木の時よりも、誰かをが勝った時にこうガッツポーズを取るということがないので、実況としてはちょっとなんかテンションが下がってるように思われるかもしれませんが、まあそれは公平なというか、こう第三者として見てるようなね。で、前回の猪木祭り、のと同じようなテーマを、また一応企画をしておりますので、まあ、それが誰になるか。うわー、これはちょっと待ってください。コピロフのクリティカルが決まって、池田大輔の技、足が破壊されたようですが、これはブレイクという状態だったので、まだこれで試合は決まっておりません。いやこれはかわいそすぎる。これは池田大輔ボロボロや。こんなん勝てるわけない。池田大輔足も折られて、こんなんあるんですね、初めて見た。足も折られて、手も折られて、しかしまだ試合を続けないといけない。もうこれでギブアップ、試合決まるでしょう。いやー、これはすごいな。池田大輔団体運営モードやったらもう手も足も真っ赤かになってるんでしょうね。いやー、コピロフのなんかをちょっとこう恐ろしさを、いやー、すげえ、初めてや。まあね、過去にこうクリティカルが出てけど結局試合で、負けるとかいうのはありましたけどね。
こんな短時間で2度も出るとは。出ないときは出なかったのにね。はい、試合時間5分6秒、裏膝十字固めでアンドレイ・コピロフが池田大輔からギブアップを奪った試合でした。試合評価は 74%。 まあまあ可能性として低いだけでないわけではないということだったわけですね。はい、というわけで、あ、ちなみに今回、クリティカルが出る確率っていうのをこのリーグ戦行うときに決定できるんです。それをお見せしてきてないですけども、その確率は普通にしてます。高いわけではないですからね。まあそれを証明できないですけども。はい、では参りましょう。本日の3試合目、ニコライ・ツーエフ対北尾浩二。このリングスロシア勢がこの勢いに、乗って北尾も倒してしまうのか、はい、北尾が一矢報うのか。さあ完全に打撃対サブミッションという図式にはなりますよね。北尾ももちろん、サブミッションは出せるんですけども、やはりそれほど得意ではないと。で、ね、北尾の場合そのインパクトが強いのはやはりあの高田信彦との U インターでの、ハイキックでの KO された事件ですよね。あの見事な KO 劇、あれはいろいろあって、何だっけな、北尾側がこうルールについていろいろと自分の方が有利な展開に何かしたいとかっていうのがあって、で高田は、何やったっけな、引き分けが試合時間時間切り引き分けになった時の延長がどうこうとか、なんかそんなんでしたよね。ラウンド制だったか、なんかそういうのでこうルールで噛み合わなくて、高田としてはそれを飲まないと試合が成立しない、北尾が出ないということだったから飲まざるを得なかった。でそれを、完全決着するには、KO するしかなかったみたいな、なんか前段というかがあって、で高田を北尾を KO しないといけなかったみたいなのが、なんかそういう政治的なやり取りがちょっとなんかあったはずなんですよね。でそれで高田がその練習もしてて、ハイキックを当てる練習してて、その試合運びローに、意識を生かせるような試合運びをしてて、でハイキックを決めて、北尾ももうあれを食らった時に言い逃れができないみたいな、なんかになったというようなんじゃなかったっけ、違ったらごめんなさい、なんかそういうのがあったと。まあでもそういう、それで印象はつきましたからね。なので北尾を再現するときに、その攻撃力として、打撃特に蹴りの部分で強いパラメーターを上げるっていうことは容易にできることなんですけど、防御力についてはどうしたもんなのかなって結構悩んだ覚えがありますね。だから蹴りが強いのはいいけども、あの山崎和夫を圧倒したというのはあって、サブミッションなんかにもそんなに強くないというのもなんとなくわかるし、流血したら多分あんまりダメだろうなとか、なんとなくそんなのイメージできるんですけども、蹴りに弱いっていうわけじゃないけど、あのハイキック一発だけでそのインパクトをつけていいものかっていうのをちょっと悩んだりはしましたね。結局どうやったんかな、どうしたんかな、結局ちょっと弱くしたような気がしますね。だから攻撃で圧倒してそれはカバーできるんじゃないかなというようなことは、思いましたね。まあそんなこんなを言いながら、おー、でもローキック、ニコライ・ズーエフがスタミナ切れ、これは本当に本当に多いですね、リングスロシア勢。でも先ほどの試合、コピロフは池田大輔とやり合ってて、スタミナ切れにはなってませんもんね。ニコライ・ズーエフはちょっとひどいですねこれは。まあ、北尾の打撃に付き合ったから余計にそうなったのか。さあこうなるとニコライ・ズーエフはかなり苦しい状態。いやもう
素晴らしいローキックのこと。お、何を出す。いや今のは当たらんやろ、そのタイミングでは。倒れてて今の出すんか、なんでやろ。さあニコレズ F 倒したはいいけども、北尾もすぐ立ち上がりましたね。さあ下から取って、ああこれはニコレズ F の、おお、これはまたリングス、ロシア勢今日は大当たり。クリティカルの試合が3試合連続。これはブレイクになりますが、これね、腕を、何ですか、クリティカルでダメージを与えていても、足でも多分ギブアップするんちゃうかったかな。あーでも時間が経ったら気力回復されるかもしれないです。もちろんニコライ 2F の方が、有利な展開にはなってるんですが、時間が経てば経つほど北尾が回復するのではなかろうかというところで、さあこのクリティカルを出したのに勝てないという展開がもしかしたら見られるのか。ニコライ 2F ちょっと手間取っていますが、これでギブアップ。あ、やはりね、クリティカルが腕だろうと出た時点で気力が一気に奪われるということになるはずです。いやー恐ろしい、リングスロシア勢3立て。試合時間10分49秒、飛びつき前方回転裏膝十字固めで、ニコライ2F が北尾浩二からギブアップを奪った試合でした。まあ、ここに至るまでにはそれまでに、腕を折るというニコライ 2F、 コモンド3本恐ろしい。すげえな。さあ日本勢一矢報うことができるのか、遺留品ミーシャ対佐野拓磨と。いやーミーシャはこの流れに乗りたいでしょうね。では本日の4試合目、試合開始です。今日の動画は下手したら30分切るぞ。さあ遺留品ミーシャもクリティカルを出すのか。出るときは出るもんやな。何があったんやろ。さあ佐野拓磨としては、まあ寝技に付き合わずに打撃と、うわー、でもイルヒミシャはこういう飛びつきの技があって、でもイルヒミシャクリティカルがサブミッションじゃなかったような気もするな。遺留品ミーシャも確かに、コマンド参謀の使い手、ボルクハンの弟子と言われる一派なので、サブミッションは得意なんですけども、ただクリティカルは違うかったような気がするな。遺留品ミーシャはさすがにそこまで、要はボルクハンとちょっとこう差をつけるというか、ボルクハンほどではないからねみたいな感じにしたような気がするんですよね。なのでクリティカルは必殺技が大体何やったかな。まあ一応イルヒミーシャとしては何か寝技が必殺技だったと思うんやけどな。イルヒミーシャはもちろん技もそうですけど、この見た目をこうちょっとなんか凝って作ったつもりなんですよ。背は大きくないんですけど体の分厚さがすごいあるという、これをどうなんとかバランスをとってやろうとするのに必死だった覚えしかないんですよね。申し訳ない。さあ佐野打撃で、ソバットが入らなかったですね今ね。これでソバットが入ってたら気持ちよかったんですけど、ただまあタックルに入ったのを下から腕を取っていく。ソバットがなかなか当たらない。さあ試合時間は4分経過。差し合い打撃については佐野の方がちょっと上のような気がしますが、どうでしょう。で寝技は今のところイルヒミーシャの方が、取っていると。こういうのですね。こ
こういうのがボルクハンにはない技。タックル、今のはいいですね。エルボーをバックステップでかわしておいてからタックルに入ると。タックルの方が多分射程範囲が広いという感じなんでしょうね。さあまだここまでお互いどちらが有利というわけでもないですが、やや佐野の方がうまく試合を進めているような。イルヒミシャのサブミッションに入るんですけど、どうしても単発になるんですよね。佐野は2つ3つ技を重ねていくことができるので、こういうのはイルヒミシャ一発で終わるんで、どうしても総合的なダメージでいうと佐野の方が与えれている。さあこの試合ここまで誰もダウンを取ることなしで来てます。編集する私の身としてはかなり楽ちんなんですけども、さあこの試合はさすがに佐野がダウンを奪いそうな展開になってきましたね。もちろんイルヒミーシャがこのまま寝技に持ち込んで、ギブアップを奪えるかもしれません。おー、でもこのタイミングよく入りますね。おー、組みついてもしかしイルヒミーシャがスタミナ切れ。これは佐野拓磨もうソバット出しまくり。ソバットが必殺技の佐野拓磨としてはこれでクリティカルも当然あり得る。この数が多くなれば、分母が多くなればクリティカル、4試合連続クリティカルっていうのも考えられる状態ですが、わあこれはダウン。さあイルヒミシャスタミナ切れから動けなくなって、佐野の打撃標的になってハイキック再び。さあイルヒミシャもうなすすべなしか。ジャーマンで投げられる。さあカバーに入る。スリーカウントで試合は決まります。カウント 2.9。 さあイルヒミシャもう後がない。さあソバットからこれはユリカモメですね。本当はもうちょっと違うんですけども、こんな感じの技なんですね。桜葉が使ってるか、桜葉が譲ったか、なんかそんな感じでしたね。あ、今ソバットをかわしてのタックル、綺麗ですよねこういうのはね。さあイルヒミシャこのまま終われない。さあ袈裟固めじゃない、腕も取っていく。さあ試合時間は11分経過。ただしイルヒミシャがダウンカウント1、かなり苦しい状況でしょう。今も結構長かったですね。お、でも今のは素晴らしい。小手からのミドルキック、ソバットが決まる。いやでもダウン取られない。佐野はまだでも余裕が、ハイキック素晴らしい。さあ佐野の、フットスタンプも見てみたいところですね。コーナーポスト最上段、この U の試合では考えられない攻撃ですが、まあそれはそれ。さあ佐野がペースを握っていたが、おマウントからの足を取っていく。まだ大丈夫か。試合時間は13分経過。おタックル、この取り合いになりますね。タックルに入っても技を決めれない。このねマウントポジションを取ってても気を緩めない、緩められない。マウント取ったからといって有利ではないという状態。さあ4の字固め、この辺はプロレスチックな、プロレス的な展開でエルボーがガツンと決まってダウン。バックを取ってジャーマンスープレックス投げっぱなし。さあここでダウン。さあイルヒミシャ2度目のダウンとなりました。さあ佐野拓磨ここで呼吸をしっかり整えて、さあ立ち上がれるか。おお、ギリギリ9、ギリギリ9で立ち上がったイルヒミシャ。リングスロシア勢唯一の負けになってしまうのか。さあ腕を取られてパンチキュースか。試合時間は15分、折り返し地点となりましたが、これは完全に佐野拓磨のペース。
イルヒミシャ、このなんとか、イエーイ、この打撃から逃れることができないのが辛い。打撃ではもう佐野拓磨が完全に圧倒。なんとかイルヒミシャ寝技に入りたいが、それも許してもらえない。さあ逆エビ固め、これはなんとプロレス的な技。さあイルヒミシャまだでも目は死んでいない、腕は完全に伸びてしまった。イルヒミシャも万事休す。さあ4の字固め、佐野拓磨としてはもう慌てず落ち着いて、おーいいですね、イルヒミシャの攻撃をしっかりかわして、いやーしかし師匠ボルクハンから学んだ技、飛びつきクロスヒールホールド、しかしこれを佐野はブレイクでかわしていく。それも佐野のうまさなのか。そばっと、うおエルボーで決まる。フットスタンプは出ない。さばこ取って、邪魔、これでダウンになる。3度目のダウン。さあイルヒミシャ10カウントで立てるのか。5 6 7、さあ手を上げれるか。おお、なんとか立ち上がった。さあ再びエルボーが襲いかかる。逆エビ固め、いやー決まった。イルヒミシャ ングスロシアの波に乗れずというところでしょうかね。佐野拓磨はなんとか一矢報いてと、試合時間18分21秒、逆エビ固めで佐野拓磨がイルヒミーシャからギブアップを奪った試合でした。いや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 、なかなか熱かったですね。イルヒミーシャもうちょっとやってんけどな。試合評価 83% って言いましたっけね。はい、というわけでじゃあいつも通り、お手製の星取り表の方に移りたいと思います。はい、というわけでいつものお手製の星取り表の方にを見ていただいていますが、青いところが今日の結果ですね。 A ブロックは、ボルクハンが石川祐希を破って、アンドレコピロフ、 B ブロックですね、池田大輔を破って、でニコライズーエフも北尾を破って、イルヒミシャだけが佐野に負けるという展開になりました。さあこれで、10点がまた増えてということになってきました。ああ D ブロックは完全に明暗分かれてきましたね。山崎10点、船木10点、佐野10点。うわー、この日本人の対決がどうなるかと、そこに柿原が入っていけるのかというところ、あとはちょっと散らばったかなというぐらいですかね。はい、というわけで、U の魂6回目ということだったんですけども、いかがだったでしょうか。最後までお付き合いありがとうございます。よかったらチャンネル登録を、すいません、よろしくお願いします。皆さんにたくさん、見ていただきて頑張りたいと思いますので、チャンネル登録を増えるとやる気がアップしますので、すいませんがよろしくお願いします。というわけで、今回はこの辺でお別れです。では、また。